追走には橋本亮太を昨日は懸命にブロックで止めた7番河野要がつけて上越勢が動いています。6番中山健二、2番亀井正人、3番橋本を抑えて先頭に立ちました。残り2周で上越勢の後ろに位置を取って今度は4番大関抜け目なく中断、3番橋本亮太の後ろ切り替えなく1番の泉圭介は最後方となりました。6番中山健、4番大関優也、3番橋本亮太、各々前中段そして後方の布陣となりましたが、6番中山健をめがけジャンスギ3番橋本の仕掛けに4番大関が合わせていきまして、ホームストレッチは主導権争い、4番大関の後ろ河野が切れまして残り1周切りました。岡山勢が出て橋本亮太、田中裕二、その後に1番泉圭介、皿足で3番手、あとは4番大関優也立て直し、そして河野要合流、上越勢はかなり後方に置かれてしまっています。先頭3番橋本亮太、今日は主導権取り2センター手前踏み込んできて1番泉圭介、これを張って5番田中裕二、外から内へコースを変えて1番泉圭介が追い込んできた、1番泉圭介、5番田中裕二並んで降臨、3番橋本亮太3着、最後は5番田中裕二のハンドル投げか、1番